礼など無用だ。ミリアーナ。待て、ミリアーナ。いいんだ、エル。よくない。私はジェラールを許した。そんなことをしても何も残らん。何も得られんぞ。そうね、間違ってるわ。ウルティア。そもそもジェラールを恨むこと自体見当外れだわ。ジェラールを陰で操っていた女よ。よせ、ウルティア。私はそういう女。やっぱりダメね。いくら正義の味方ごっこをやっても私はきっと根が腐ってる。何かあったのか。別に。それよりこんなとこでボサッとしてる場合じゃないわよ。小型のドラゴンがまだうようよいる。手分けして倒しましょう。それとね、猫ちゃん、シモンを殺したのは私。楽園の塔を作らせたのも私。恨みがあるのなら生き残りなさい。後でたっぷり相手してあげる。あいつも本当は被害者だ。幼い頃から正しいことを教わってこなかった。どうかしてるよ、この世界は。それでもこの世界で生きていくんだ、私たちは。何の話だ。俺は王に。そんなバカな。真実だ。俺はもう一つの可能性の未来。黙れ黙れ黙れ。まだ動いちゃダメよ。ルーシー、ルーシー。さっきのやつは誰なの。ローグって言ってた。7年後のもう一人の未来人ってわけね。目的は。わからねえ。敵なの。ルーシーは敵だ。相当な魔導士に成長してるみたいね、ローグは。でも未来というなら弱点はある。この時代のローグを殺せば未来のローグは存在しなくなる。でもタイムパラドックスを突き詰めていくと、未来のローグが存在している以上、過去においてローグは絶対殺せないという説も。それは今は時が乱れてる。じゃあ可能性は高いわ。現在のローグを殺せば未来のローグは消滅する。未来のローグが消滅すれば、そこにいるルーシーも、もしかして。ダメだ、未来のローグは俺が倒す。怒りに身を任せてはダメ。違う、未来のローグはどこかで道を間違えたんだ。あれは今のローグじゃねえ。今のローグには何の罪もねえだろ。殺すとか、俺たちまで道を間違えるつもりかよ。そうね、約束するわ。現在のローグには手を出さない。夏、もうどうしようもないわ。ローグが今回の件の全てのトリガーになっている。つまりローグが未来から来なければエクリプスは開かない。ドラゴンは襲ってこなかった。元に戻すにはローグを殺すしかない。何ボケっとしてんだ。スティング、手貸してやる。行くぞ。お前
一頭倒したのか。いや、連れてきちまった。何？,笑い事か。なんだかんだ言ってもコンビってことだ。総竜の力見せてやろうぜ。ああ、そうさ、こいつがいる限り大丈夫。俺が悪に染まるなら必ず光が俺を殺すだろう。思いとどまった。殺さなかった。だけどそこじゃない。私は何の罪もない人間を殺そうとした。極めて短絡的に人の命を消そうとした。私はやっぱり変わってない。何が魔女の罪。私の罪は見過ぐことはできない。よし、俺たちも行くぞ。ジュリア。はい、グレイ様のためなら。グレイ、俺たちも協力させてもらうぞ。リオ、それにシェリア。ギルドは違えど、ジュビアの危機となれば話は別だ。世界の危機だろ。そういうわけでラミアスケールも一緒に戦うよ。守ります。私に任せて。マジか。アイスメイク、アイスブリンガー。行きます。これならウォーターサイクロン。やっ、楽勝楽勝。肩慣らしにはちょうどいい。アイスメイクハンマー。天然